こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、北魏の第七代皇帝、宣武帝元覚です。はい。どんな皇帝ですか？西暦483年うるう4月、光文帝の次男として、生まれたんだ。はい。母は高句麗出身の、貴人高商鷹だよ。高句麗出身なのですね。聡明で気配りがあり、また美男だったと言うんだ。モテおじゃん。西暦496年12月に、異母系の元順が、皇太子位を廃されると、翌497年1月に、元覚が皇太子に、立てられたんだ。はい。西暦499年4月、光文帝が死去すると、数え17歳で即位するんだ。はい。当初は、旧臣の6人の大臣の、保室を受けていたんだ。若いですもんね。しかし西暦501年、国政を側近や外戚の校長、括弧高商鷹の兄、に委ねて、新政を始めたんだ。いよいよですね。これに反発する、叔父の元気が、反乱を計画したため、処断しているよ。皇帝の力が、弱い方が良い人が、いるのですね。西暦508年、異母帝の強調王元優が、奇襲で反乱を起こすと、これを鎮圧し、皇朝の進言で、叔父の北条王元強王も、銃殺したんだ。権力闘争が、激しいのですね。在世中、しばしば領を攻撃して、食方面に領土を拡大し、北方では従前に、大打撃を与えたんだ。戦争が強かったのですね。だが、熱心な、仏教信者であるゆえに、次第に仏教信仰に、溺れていくんだ。乱世の時代なのに、仏教を熱く、信仰したのですね。不思議な感じがします。西暦515年1月、33歳で崩御し、洛陽郊外に葬られたんだ。若いですねー。今日の話は、これでおしまいです。それではまた。またまた。